生意気。ティナ、どこかわからないところでもあるの？できた！見て見て、アトリ姉様！どれどれ？何これ？パラパラ漫画だよ。ところとかすっごく頑張ったんだ。なんだろう、あの音。さあ、恋人っぽく甘えたりしたら。違う！何を考えてるの？私は！ヤン姉様、どうしたのかな？そうね。床にうずくまってたってことはお腹が痛いんだ。急いでおネギとポロッピス買ってくる。落ち着いてひな、それは風邪の薬よ。でもでも何かあってからじゃ遅いよ。問題があるとしたらそれはアスマのせいよ、きっと。お兄様が？なんで？ひなに説明するのはちょっと難しいかもね。また子供扱いしてる。食べたね。
えらいえらい。えらいでしょ。うん。兄さん。ちょっとしたサービスタイムを。話っていうのは、どこ見てるの、アスマ。妹のパンツで興奮してるの。やっぱりアスマってそういう人。ユウがあれほど嬉しがってるの初めて見た。あんなに嬉しそうな顔をするなんて、あの子アスマのこと大好きなのね。黙ってないで、何か言いたいことがあるなら言って。それは間違いない。の勘がそう囁いているわ。アスマは妹と結ばれるのが嫌で出ていったくせに、どうしてユウの相手をしたの。気が変わって。それじゃあユウを制約の解消の道具として使ったのね。足りないよ。できるだけ冷静に話そうと思ったけど、私の忍耐力にも限度があるわ。ユウは姉の私から見ても可愛いし、自慢の妹なの。大事な妹を傷物にされて怒らない肉親はいないわ。たとえその相手が実の兄だろうと。妹の害をなすなら容赦はしないわ。乙女のポケットからよ、質問に答えて。さあ答えて、アスマ。あなたはどうしてユウを傷物にしたの。日頃から叫んでいた妹への愛情なんてそんなものだったの。嘘。ユウは完全に女の子の顔してたわ。どう説明するつもり。それじゃあ愛を確かめ合ったりはしてないのね。もて遊ばれただけ。傷ついているのね、アスマ。
なたのプライドが。大丈夫、お兄ちゃんならきっと立ち直れるわ。無様ね。要するに一方的に何の抵抗もなく絞り取られただけなのね。してるから静かにして。しかもそれなら納得できるわね。ユウは強引なところがあるから。アスナの妹を性の対象にしたという事実は消えないのよ。妹を汚しておいて反省はないの。静かに。リナもそろそろ寝る時間だし、バレないようにね。私は準備しているから。
に対して欲情する？性的に興奮してる？私だけね。ユウには一方的にやられるのに、はあ、私も妹よ。アスナ、確かに私もあなたのことを兄と呼んでないけど、でもアスマも私のこと妹として扱ってないじゃない。別にいいわよ、妹として見られてないんじゃないかって分かってるから。そうかな。それは難癖だったわね。でも今さら妹とか言われても、私はアスマのことあまり信用してないけど。ふーん、そう。それじゃあちょっとしたテストしてあげる。邪魔しちゃった？勉強じゃないけど、ひなは今とっても難しい問題を考えているところなの。机の上にはノートもテキストもないけど。これは哲学なんだよ。そっか、哲学なんだ。えらいね、ひなは。でもね、ひな、もう夜は遅いし、そろそろ寝る時間よ。ああ、もうこんな時間なんだ。というわけで、今日はお姉ちゃんと一緒に寝ましょ。今日もでしょ。あれ？そうだっけ？そうだよ。お姉ちゃんと一緒に寝てるのバレると友達にバカにされるからやだ。ごめんね。
ちゃんは妹と一緒に寝ないと病気になっちゃうの。騙されないよ、ゆう姉様嘘つきだ。あら、お姉ちゃんはひなに嘘ついたことなんてないわよ。そんなこと言ってひなを抱き枕にしたいだけなんでしょ。ひなお姉ちゃんたちのペットじゃないもん。そう、ひなはお姉ちゃんと一緒に寝たくないんだ。嫌いになったんだ。そんなことないよ。はあ、お姉ちゃん悲しい。ひなに嫌われたらもうお姉ちゃん生きていけないわ。お姉ちゃん妹に嫌われてこれからどう生きていけばいいのかしら。生意気。